こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、2022年ユニクロで買って良かった服ベスト7というテーマでお届けをしたいと思っています。今年も残すところあと数日になりましたが、まあ、皆さんもですね、1年を振り返ってる頃かなと思うんですね。僕自身も1年を振り返ると、ユニクロで本当に様々な服を買ってきました。その中で、まあ、季節を問わずにですね、1年で見た時にこれは良かったよねというものを ベスト7という形式で皆さんにお届けをしてみたいと思います。これは買ってからちょっと時間が空いてるからこそ冷静に見えるところでもあるかなと思うんですね。まあ結構買った時にはテンションが高かったけども実際はそこまで出番が多くなかったそういったアイテムもあったりするので、まあ、今回のランキングに関しては1年間通して、まあ、本当にリアルに使ったものをですね皆さんにですねお伝えしていきたいなというふうに思っています。今すぐ買えるような秋冬物も,もあります。 し、あとは貼るものもですねユニクロは入荷のタイミングが早いので今でももう買えるものもありますしもうちょっとしたらまた買えるものも多かったりするので来年以降の皆さんのですねショッピングの一つの参考にもしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に2022年に買って良かったユニクロの名作をですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず、第7位からの発表です。 はい、7位はですね、ユニクロとマルニのコラボレーション企画ですね。これ春夏も展開していたわけなんですが、僕が選んだのはオーバーサイズオープンカラーシャツカッコ半袖のネイビーですね。ちょっと季節的には真逆になってきてしまってですね、今見るとリアリティがないんですが、これ夏によく来ましたね。すごく良かったです。オープンカラーシャツ自体ユニコでベーシックなものもやっているんですが、まあ、マルニとのコラボレーションということで、すごくぶっ飛んだ ものも多かったんですがこのオープンカラーシャツはそこまでですねカビになりすぎないバランスで個人的には大人の男性にもとても似合いやすかったかなと思います、まあ、サイズ感は名前にもある通りオーバーサイズに振っていて肩のラインも落ちてますし身幅もゆったりしてるんですねでステッチ使いがすごく良くてネイビーのベースカラーに対してブルーのですねちょっと水色っぽいステッチが入ってるんですねそれが一つのアクセントになっているわけなんですが決してうるさくなりすぎないというところ そして、このネイビーの色自体もすごく良くて、深めのネイビーですね。ブラックに近いようなネイビーではなくて、ちょっと明るみのあるナスコンに近いようなネイビーで、すごくこの色合いが個人的にはドストライクだったんですね。通常のユニクロにはないトレンド感がありつつ、マルニのエッジもですね、ほんのり効いてるぐらいで、僕はユニクロマルニのコラボレーションは、これぐらいの感じがちょうど良かったかなと思ってまして、これ、めちゃくちゃ良かったなと思っています。まあ残念ながらね、秋冬に関してはちょっとメンズは、 マルニのコラボレーションやらないんですけどもまた来年以降どうなるかも楽しみなんですが、まあ、ユニクロマルニのコラボレーションの中では僕はこのオープンカラーシャツですね来年も着てみたいなというふうに思っていますはい、続いて第6位のアイテムなんですがこれは手元にあるので持ってきましたこちら デニムジャケットですね。これは完成度高くて、個人的にもすごい良い買い物だったと思います。そもそもデニムジャケット自体はですね、僕ら世代からするとどこか懐かしさがあって、すごく馴染みのある商品ではあるんですが、最近あんまり着てないよねという方も少なくなかったかなと思うんですね。まあ、僕自身もデニムジャケット好きなんですが、久々に新調したのがこちらのデニムジャケットで、こちらを買ってからもうちょっと良いものも欲しいなということで、今季は2着購入しました。もう1着はちょっと頑張って 投資しししたたももののなんですすががやははり気軽に買えるこのユニニクロのデニムジャケットはすごくくく使い勝手が良くて僕自身もよく着ましたし今はですね、ちょっと冬になったので、そこまで出番は多くないんですが、これがですね、もう少し先になると意外と使うんですよ。真冬になるとデニムジャケットを着て、その上にロング丈のコートを着るみたいなレイヤードスタイルなんかにも使えるので、意外と真冬にも使えますし、秋だとか春にも使えるので、まあ、3シーズンぐらいは 使えるぐらいのですねすごく便利なアイテムなんじゃないのかなと思いますまあ、デザイン自体はオーソドックスなデニムジャケットではあるんですが まあ、いわゆるリーバイスのですね、ファーストモデルをですね、もうちょっと簡略化したようなデザインになってまして、まあ、サイズ感も現代的にですね、少しゆとりを持たせながら、非常にですね、バランスのいい仕上がりになっています。無駄が一切なくミニマルなデザインだというところは、ユニクロらしいところが出てるんですが、その中にも、ちょっとクロートが見てもですね、楽しめる要素が、ふんだんに盛り込まれてるので、このあたり、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてなんといっても4 9 9 0円ということで、5,000円切るような価格帯で、 このようなデニムジャケットですね、旬なアイテムでもあるので、気軽に取り入れることでトレンド感が出せるという意味では、非常に素晴らしい一着かなと思います。今もですね、買うことができますし、春先にもガンガン活用することができますので、ぜひ皆さん引き続きですね、注目をしていただきたいなと思っています。 はい、続いて第5位なんですが、こちらにあります、プレミアムラムクルーネックセーター、長袖ですね。こちら、僕の中では最近買ってめちゃくちゃ良かったアイテムとして皆さんにご紹介したかなと思うんですが、これはね、やっぱりランクインしてきましたね。本当だったらスフレヤーンのニットですね。このあたりをご紹介する予定だったんですが、やっぱり色合いの美しさで言ったら、 このブルーがめちゃくちゃ良かったですね。まあ、今季はちょっとニットの中でも差し色となるようなものが着たいなという気分で、まあ、ユニコーンの中でもですね、多色展開してるんですが、このブルーですね、まあ、ロイヤルブルーと呼んでもいいぐらいのですね、品のあるブルーに仕上がっていまして、これは まさに今時期、もう差し色としては最高の色合いかなと思っています。まあ僕は今期このプレミアムラムクルネックセーターはですね、オフホワイトから購入したんですね。もちろん使い勝手最高です。着こなしに明るさがパッと出せるので、オフホワイト系も使いやすいんですが、まあ大穴はこちらのブルーですね。66番のブルー。そしてこの前までセールをやっていましたので、 77番のパープルもオンラインで購入して、これから到着する予定なんですね。まあ、数あるユニコーのニットの中で、まあ、デザイン的には僕は一番このプレミアムラムが好きだったんですが、色合いにもうちょっとエッジが欲しいよねと思っていたところ、僕が単純に見落としていたというところで、まあこのロイヤルブルーはめちゃくちゃいいと思いますし、パープルもすごく旬で今年らしいカラーなので、まぁぜひ皆さん、今すぐ変えて、これから春の手前までガンガンに使えるので、ぜひこれは捉え をしていただきたいなと思いますまあ、このニットに関しては専門に動画1本用意してますのでそちらの方で着用している様子ですとかコーディネートの事例はですね見ていただきたいなと思いますなかなかいいニットに仕上がってるかなと思います続いて第4位なんですが僕が今着ているこれは秋冬のユニクロ U レディースをですねまあ、いわゆるこうモッズコート風のアウターなんですねちょっと着てみましたが これはめちゃくちゃ良かったですね。まあ正直ですね、これ今までのユニクの中で一番いいんじゃないのかなと思ったぐらい非常に完成度が高いコートなんですね。まあいわゆるこうミリタリーベースのモッツコートになってるんですが、まあディティールがすごく凝っていて個人的にはめちゃくちゃ完成度が高かったかなと思います。ただ意外と着る機会としてはまだ多くなくて、秋に着るには着丈が長いのでもうちょっと短い方が便利だなというところで、一方で12月に入ってからは結構寒くなってしまったので、 まだそんなには切れてないんですが、ちょっと工夫をしながらね。 中にですね、インナーダウンとかを着ながら、こちらは活用していきたいなと思っています。まあ、モッつコートで言うと、僕の中では結構ずっしりと重量感があるようなイメージも強いんですが、割とですね、軽いんですよ。着ていて全然ストレスがないような軽さがあって、なおかつ、オリーブの色味なんですが、深みがあって、こう、ミリタリーっぽくなりすぎないような品のあるオリーブなんですね。で、ポケットの使い方もすごく印象的で、まあ、こちら、外付けの大きめの腰ポケットが2つついていて、あとはですね、この 部分ですね。フラップ付きのポケット。このあたりのディティールもすごくかっこいいですね。あと、フード周りもすごくこう、立ち上がりも綺麗な襟がついてますし、もう見た目の上では完璧なんですよ。ただ、使う季節としては意外とですね、こういった持つコード系っていうのはそんなに長くは使えないというところで、リアルなとこで言うと、今回は4位ぐらいかなということで、あげさせていただきました。まあもちろんですね、これからの季節も中、しっかりと着込めば使えると思いますし、春先にも使えるような、まあ 少なくとも2シーズン向けのアイテムですね。秋と春ですね。それとプラスアルファで冬の中でうまく中をカスタマイズすれば着ることができるので、まあ、今後も使いたいなと思うんですが、これはもうアーカイブに残したいような完成度がめちゃくちゃ高いデザインかなと思います。なかなか今では手に入りづらくて、まあ、メルカイとかではたまに寝ていますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、今後引き続きチェックをしていただきたいなと思います。非常に完成度の高いコートで、僕の中ではデザイン面で言ったらこれまで のユニコーン中では本当にトップ3に入るぐらい気に入ってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて第3位のアイテムなんですが、こちらちょっと手元に今なくて申し訳ないんですが、画像を見ていただきたいんですけども、ユーティリティジャケットの56番オリーブですね。これは派手さはないんですけども、めちゃくちゃ使いましたね。すごい便利で、ちょっと前ですね、1ヶ月ぐらい前まではかなり着ていたんですね。まあ、着丈がそんなに長くないので、秋なんかには先ほどのモッツコートもいいんですが、スッキリとしたこれぐらいのシャツアウター的な ものの方が使い勝手はいいんですねなので結構ワンマイル的によく使ったのはこの UTT ジャケットかなと思います、まあ、現在も値下げして三千九百九十円で売ってるのでぜひ、まあ、これはチェックをしていただきたいなと思うんですがまずは色合いがすごくいいんですよ先ほどのモッツコートもそうなんですが、まあ、ユニクロが表現するオリーブ系の色合いの深みだとかあとは品のある適度な光沢感だとかこのあたりはすごく大人の男性には似 見合いいやすいかなと思うんで、すねやぼったく見えないしどこか品のののあるるようななオリーブになっていいででここ色味がいいんですねでこちらのアイテムは製品洗いをかけているので、すごくですね、色の表現としては、クロートな感じに仕上がってるんですね。ちょっとヴィンテージ感のあるような色合いで、最初からちょっと古着っぽさが漂うところも含めて、なかなか完成度が高かったかなと思います。まあ、僕個人としては結構ユニクロ U だとか、プラス J だとか、ユニクロマルニだとか、コラボレーション系のアイテムが好きだった たりするんですがこれはインラインの中でも名作だったと思いますねもうちょっとですね注目されてもいいかなと思うぐらい素晴らしい商品だと思うのでぜひ皆さんも改めて見ていただきたいなと思いますちょっとですねユニコーのインラインの中では異彩を放っているような気もするんですよねベースのデザインもポケットの付け方だとかちょっとこうねステッチのあたりに色落ちしたような感じなんかもめちゃくちゃいいのでぜひ皆さんにもですね、チェックしていただきたいですし秋だけではなくて春も着れるので これは一着あるとすごく便利なアイテムかなと思います。僕自身もまた春になって着れるのをすごく楽しみにしています。 はい、続いて第2位のアイテムなんですが、僕が今着ているこちらのですね、春夏のユニクロ U のですね、ステンカラーコートですね。まあ、このようなコートって結構ユニクロ U では定番的にやってまして、秋冬もブロックテックのコートですね。確かオリーブ系のものやっていまして、すごく良かったんですが、さすがにですね、この春夏に購入した こちらのブラウンカラーがめちゃくちゃ良くて、まあ、これと比較をしたときに、まあ一着これがあればいいかなということで、今年の秋冬は見送ったんですが、まあそれぐらい完成度が高かったのが、こちらのステンカラーコートなんですね。まあ色合いがすごく良くて、ブラウンなんですけども、ちょっとこうベージュとブラウンの間ぐらいのカラーで、春夏に発売されているんですが、 ま、季節的には秋なんかにもすごく相性がいいような、すごく品のいいですね、ブラウンカラーになってるんですね。そして色合いですね。 ちょっと見ていただくとわかるんですが、動くとですね、光沢感が感じられるんですよね。このあたりの素材の質感が、もうとてもですね、ユニクロとは思えないような、レベルの高い仕上がりだったので、僕はこのコートをめちゃくちゃ気に入っています。まあシンプルなステンカラーコートなんですけども、まあインラインのコートと比べると、やはりユニクロ U が作ってるというところもあって、まあ、細部にですね、非常にこだわりを感じるんですね。襟前のデザインなんかも好きですし、サイジングも少し ゆったりめになってるんですが、決して木を照らしすぎていないというところも含めて、使い勝手もいいし、使える季節も長いというところではこれは非常に良かったなと思います。まあ、唯一ですね、ボタンの感じだけはどうしてもですね、高級感がめちゃくちゃあるという感じではないので、このあたりは気になる方はちょっと良いボタンを買ってきて自分で付け替えてもいいかなと思いますね。まあ、来年あたりはそういったカスタマイズをしてもいいかなと思うんですが、もうこのボタンさえ変えてしまえばかなり高いコートに見えるぐ。 でですすねね質感がいいんです、ね、このコートは最初ですね、ユニクロ湯のレビューをする際に僕は買うかどうか迷って購入をですね、見送ったんですね。 というのも、その段階にもユニクロ U で似たようなコートをいくつか持っていたので、また被ってしまうなと思って買わなかったんですが、やっぱり見れば見るほど、すごく色合いと風合いが良かったので、購入してしまったわけなんですね。このアイテムに関しては、先ほどご紹介したユニクロ U の持つコートと同様に、まあ、これから先長く着れるようなアーカイブのアイテムとしても非常に価値があるかなと思うので、買っておいて良かったアイテムかなと思っています。まあ、ちょっと現行ではなかった なななかかか買いづらとところかなと思うんですね、まあ、今買えるものとしては秋冬のブロックテックのオリーブですね。これまたはデザインもいいし、色合いもさすがの表現なので、こちらで代用するか、また来年の春夏にもユニクロ U ステンカラーコートとか、まあ、このあたりのですね、ベーシックなコートを出してくれるかなと思うので、そのあたりどんな表現になるのかも楽しみにしながらですね、待っていただければなと思っています。 はい、ということで、これまでですね、今年ユニクロで買ってよかったもの、7位から2位までご紹介してきましたが、第1位はですね、もうここにあるアイテムで、皆さんも予想通りだったと思うんですね。はい、こちら、ユニクロの タックテーパードパンツが第1位に輝きました。これはやっぱり外せないアイテムかなと思いますね。まあ、僕自身ですね、合計何本買ったのかな秋冬で2本購入しまして、春夏ではですね、3本購入したということで、一体同じパンツを何本買うんだというぐらいですね、こちら愛用してたわけなんですが、これは僕の中では画期的だったなと思いますね。まあ、先ほどから名前よく出てきてます、ユニクロ U。 べるとちょっとデザイン的にはトレンド感強め、エッジも強めになるようなラインなんですが、その要素をですね、インラインでもうまくミックスしながら作っているのが、まさにこのあたりのアイテムかなと思うんですね。ド定番のアイテムというよりは、腰回りですとか肛回りには結構ゆとりがあります。ワイドパンツの流れなんですが、膝から下はテーパードというところで、そんなに太すぎないようにバランスをとっているので、ユニクロらしいワイドパンツのアプローチの仕方としては、すごく これはですね僕にとっては新鮮でしたそしてこれ前のユニクロには感じ合えなかったトレンド感というところでは非常に喜びが大きかったんですね僕自身このようなタックテーパーのパンツのような適度なトレンド感のあるアイテムは大好きでユニクロらしい解釈で今後ですねボトムスだけではなくて様々なアイテム群にこういったものが足されてくると非常にいいのかなと思いますまあ、例えばですね今期のハイブリッドダウンパーカーも去年のホワイトマンテニアリングとのコラボレーションを経て、まあ、よりですねトレンド感 がが強くててななおかかつ蛮族の高いデザインに仕上がってるかなと思うんですね、まあ、このようなユニクロらしいベーシックさがあるんだけどもその中にトレンド感をうまくミックスするようなスタイルっていうのは今後ますます増えてくるかなと思うので僕自身もすごく楽しみにしてるんですねまあ、タックテーパードパンツは決してこう万人向けのアイテムではなくて股髪も深いですしなおかつワイドフィットなので少し着る方を限定してしまう部分もあるかなと思うんですが従来通りのスマートアンクルパンツだとかそういったものにちょっと飽き てきた方には次の一歩としては取り入れやすいと思うんですねいわゆるワイドパンツの中では割と正統派のそんなに太すぎないような初級編として使えるようなものなのでぜひ皆さんですねこちらは改めてチェックをしていただきたいなと思っています秋冬バージョンもいいですが個人的には春夏の薄いバージョンですねあれぐらいが履きやすくてすごく好きだったりしますしこの2本の中間ぐらいの生地感があると僕はですねあらゆる季節に着れるかなと思うのでそのあたりも期待して つつですね、今後、ユニコーンのタックテーパードパンツ買い足していきたいなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では2022年ユニクロで買って良かった服ベスト7というテーマでお届けしました。まあどのアイテムに関してもこちらの動画の中で皆さんにですね力強くレビューしてきたものばかりなので僕自身も思い入れもありますしやっぱりですね長い期間を経てまあすごくですね使う機会が多かったものばかりなのでぜひ皆さんもですねまだ買えるものがありますのでチェックしていただきたいのとこれからまたですね新しいシーズンを迎えるにあたって同じ 同じようなものも出てくる可能性が多いので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。まあ来年もですね、このような形でユニクロのアイテム、どんどんですね、皆さんにご紹介していきたいなと思っていますが、もう少しですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で、結構ボリュームたくさんにですね、解説をしています。週に4本の投稿をやっていまして、そのうち1本はですね、ライブ配信という形 で皆さんからのご質問に直接お答えするような形でキャッチボールをしながら配信をしています気になる方はですねぜひ概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段ですねなかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにですねオンラインサロンも主催をしていますそちらの方では文章と写真ベースでなるべくコンパクトにですねおすすめのアイテムですとかコーディネットの解説を行っています僕も1日2本の記事を投稿していますし僕以外のスタイリストの方も何人か在籍 をしていまして記事を書いてくれていますそして参加している皆さんも記事を投稿することができるので結構おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイと楽しくやっていますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの小山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに